まあ、これは一刻も早くね、剥がしてもらいたいですよね。で、さっき、まあ、とある中央銀の方の発信もあったようですけど、土曜日、山口紀之さんとウィークエンドライブを番組配信してるんですけども、山口さんが大量の R シールを、カゴに入れたおじいさん、おばあさんが自転車に乗ってるのに声をかけて、やっぱりこれ一生懸命貼ってるんだというようなことを聞いたっておっしゃっていましたね。本当にこれはね、迷惑千万なんで、まあどうか警察庁のね、捜査二課、ちゃんと選挙違反、こういうものでね、取り締まっていただきたいなと思いますし、実は私が卒業した立命館大学の T シャツって R なんですよ。だからもう非常に迷惑を しておりますな。でもこ今れね、見つさ、けたんで読ませていただきますけど、その先の小島康平都議会議員の、ツイートですね。本日の街頭演説、小池さんの街頭演説ね。本日の街頭演説で、R のプラカードを掲げて大声、奇声を上げていた皆さん、これについても選挙妨害で警視庁に相談中ですが、が貼って帰るのを目の前で見たので、間違いなく蓮舫さんの R ですと。小池さんの邪魔をしてやった記念、マーキングのつもりでしょうか。左派の順法精神はどこへ行ったのかと言って、そのあちこちに貼ってある R っていうその写真を、添付してですね、ツイートされています。これも80万、7万インプレッション見られてます、このツイートは。まあ、これ、誰か刑事告発しないとダメなのかな。まあ、すれば必ず捜査に入りますんでね。まあ、そんな蓮舫さんですが、まあ、ご承知の通り、5番、副団長のツイートですけども、まあ、もちろん次の問いは3位じゃダメなんですかということで、まあ、無党派取り込めず国政復帰にも黄色信号。この人、国政にまた復帰しますかね？どんな感じ、印象ですか？まあ、ずっと取り沙汰されているのは、26区、松原仁さんの選挙区にですね、松原さんが立民を、まあ、追い出されたのでですね、まあ、そこで、衆議院の、まあ、選挙区を、まあ、勝ち取ってですね、まあ、そこで衆議院議員になりおおせようと、まあ、こういう、目論見であろうと、思っています。なので、思っていますというか、そのように政治の、ウォッチャーさんたちはそのように、まあ、指摘をされています。で、まあ、今回の選挙結果を受けてですね、多少ですね、へこたれてはいるでしょうけれども、まあ、その野心は、多分、続けて、いくんだろうというふうに思います。まあ、このまま復帰しなければ国政にね、ある意味、今回の東京都知事選挙は、蓮舫さんが国会からいなくなるということによって、大変意義深いものになると思いますので、どうか蓮舫さん、国政復帰などと、気まぐれな行動はぜひ、慎んでいただいて、そのままですね、記憶に残る、ね、蓮舫さんとして政治家人生をお閉じいただくことを、私はお勧めしたいなと思います。ただ、まあ、周りがまだまだ盛り上げていくようですね。ならば、スタッフさんお願いします。まあ、私の力不足、沈痛な蓮舫氏に、盟友、辻元氏が激励のハグ。挫折した蓮舫は強くなる。鎧を脱いで休んでと。まあ、もうとにかく、このままですね、政界にはもう二度と戻ってこない方が世のため、人のためになるのではないかなと、まあ、この記事はちょっとさらっと終わらせていただきたいと思います。さあ、今回、まあ、本当は大変な存在感を示しましたね。政策の中身はともかく、蓮舫を抜いて、165万票でしたかね、そうですね、165万票を取った石丸伸二氏について、白川司さん、8番、ツイートお願いします。
まあ、この方もね、一体何やりたいのか分かんないんですけど、石丸伸さんが記者会見で、国政進出については、選択としては当然考える、例えば衆院広島1区、岸田文雄首相の選挙区と述べる。白川司さんは、すごいな、果てしなき自尊心、反自民の仮面も脱げましたな、低知名度の石丸伸二氏躍進、国政考えるということです。この動きについて副団長いかがですか。はい、まあまあ、私の自由な考え方なので、まあ、いろんな人が、まあ、それを批判して、まあやり玉に挙げられるんでしょうけど、まあ、私は自由に発言させていただきますが、まず私は日本保守党がきちんと候補者を立てていれば多分こういうことが起きるだろうっていうふうに私は期待をして、日本保守党にお金がないとか何とか言わないで、とにかく候補者を立ててくださいと。まあ、こういうふうに、申し上げていたので、残念ですというのが、まず一つ目のコメントです。で、二つ目にですね、まあ、しかしこの、人のネットの使い方というのは、もう、これはですね、絶賛すべきだ。誰も、真似できなかった。ここまで徹底して活用できなかった。という、内容だと思っております。今後、この選挙結果を見て、もう各陣営はもうガラッとですね、ネット選挙のやり方、この方を見習って変えていくことになるというふうに、思います。で、そして、ただですね、一つだけ、ここには、実は条件があったことを皆さんが気がつかなきゃいけない。それはですね、今回、ネットでこの方が自由に、やれた背景にはですね、既存のメディアが動かなかったということが実は大きいんですね。既存のメディアが、まあ、従来ですと、まあ、左のヘンテコリンな候補者をですね、まあ、一生懸命をやるわけですけれども、で今回は蓮舫さんがあまりに共産党色ばっかり強くて、連合まで応援できないという状況になって、さすがにメディアは困っちゃったわけなんですね。で、そして、じゃあ小池さんを応援するわけにも、まあ、いかないというところで、簡単に言えば、椿事件というのが昔あったので、まあググっていただければ分かるんですけど、椿事件のような、要するにネットメディアの、ある候補者の誘導とかですね、ある政党への投票の誘導みたいなことを今回はできなかったので、まあ、そのネットの影響力がこれまでの選挙で一番大きく作用したという面も、これは、否定できないというふうに今思います。でそして、まあ、この結果を受けて、まあ、多くの方が右往左往してピーチクパーチクこれからやることは間違いないんですけれども、私は実は、この方をちょっとこう見ていてですね、実は厳しい、ツイートをさせていただきました。中身のないパフォーマンス上手は芸人なら続くかもしれないが、政治家の場合は当選して実績を見定められる立場になると、あっという間に馬脚を表し失望されることになる。一回の選挙の結果に一喜一憂することなかれ。と私はこのように書きました。新人チャレンジャーっていうのはですね、期待票、期待値だけで投票してもらえるっていう、まあ、一回きりのチャンスなんですね。現職になった途端にですね、何をやったか、任期中にというものが問われることになって、言うことではなくて、やることが問われるようになる。まあ、その段階になったらですね、中身がない方であった場合には、もう急速にですね、期待値はしぼんでいくんですね。私は、この方が、今までの言動を見ていて、どうも中身があるように見えないので、まあ、なんだろうな、今、もう、特に20代、30代の方がいっぱいこの方に期待をされて、4割ぐらいの方が、石丸さんに投票したっていう、まあ、投票結果が出ているようですけれども、大変ね、袋叩きになることを覚悟で言いますけど、まあ、その思春期の、若い人がですね、ちょっとヤンキーに憧れちゃうみたいな、そんなところでやって、分別がついてくると、いや、そんなんじゃやっぱり、世の中はきちんと回せないっていうことが分かると思います。はい、以上です。
まあ、若い人たちの圧倒的人気があった。あと無党派層もやっぱり石丸さんがあの一番得票が多かった。まあ、オールドメディアもね、結構あの石丸さんをクローズアップしていた節ありますよね、本当に。それでただ、まあ、昨日選挙が終わって、今日あたり、まあ、昨日の夜あたりから今日あたり、まあ、結構ちょっと石丸さんについての、まあ、ちょっとあのえこういう人だったんだっていうようなあの論調がいくつか出て、9番10番ちょっと紹介をします。アワさんのツイッターですね。古市憲久氏が政治家と自分が体現する政治家の違いを聞いているのに、これこういうやり取りがあったんですね。同じ質問されてます？さっき政治家の定義言ったばかりと苦笑しながら、この苦笑の仕方がね、なんかすっごくあの、まあ、私が聞いた話だと感じが悪かったっていう人があの複数いて、でトンチンカンな対処をする石丸伸二さん、他の番組でも終始挑発的な受け答え、こんな人が国政に出てくると思うと恐怖しかないと。まあ、とあるちょっと私の親しいあの支援者の方がたまたまこれを見ていたときに、なんかちょっとこうあの、ドメスティックバイオレンス系のなんかあのそんなあの人格者っぽい感じがするなということをその方があのおっしゃられていました。まあ、私はちょっと見てないんですが、で10番で、同じようにですね、白川司さんも古市氏の質問に対して相手のせいにしてごまかす石丸伸二氏、政治家の排除を公約しておきながら政治家とは何かすら定義できない、だけどそれはさっき私言ったでしょうみたいなことで苦笑しながらはぐらかしたっていう指摘なんでしょうね。いやまだ曖昧だからこれから考える、でもいいんだけど答えないために攻撃するしか能がないのが痛い。政治家とは公に対して自分が何ができるか考え行動するのではなく、自己実現のために政治を利用するあなたのような人のことだよということで白川さんがあの打ち返していらっしゃいます。まあ、選挙中は、ね、街頭演説、また公開討論会も正直1回だけ、まあ、その直前にあの記者クラブの、まあ、記者会見がありましたけれども、まあ、人とのこのディベートやり取りっていうことに関して言えば日本の選挙ってほとんどそれがない。公開討論会って言ったって候補者が何人か出て、あなたは3分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 超えたらなんかあの呼び鈴がチーンとなってあの時間があの足りなくなっちゃったみたいな、つまりこういうやり取りをする中でどうも石丸伸二さんのですね、まあ、良くない人となりがなんかにじみ出てきてる、そんな一日であったかのような話が出てきておりますね。ちょっと僕ねその動画を見てないんですけど、副団長、まあ、もし見ていたらあのちょっとその辺の印象を聞かせてくれると、はい、あのありがたいですね。まあ、要するにこう当落、まあその選挙結果の発表など各、メディアがね、はい、特にこの3社三者というのは小池さん、石丸さん、蓮舫さんに、まあ、それぞれ当たり前にですね、選挙後、まあ今後にあの当落についての思いとか、それから今後どういう政治活動をしていきますかとかあのいうことをまあ普通には聞くので、まあ、私も、何社かあの何局かの、やり取りをまあ見ていました。うん、で、まあ、あの短く端的に言えばですね、あのまあ、石丸さんは自分の作ってきたスタイル、あの、まあ、有権者、若い有権者を引きつけてきた、まあ、なんだろう、既存の人を、まあ、やっつける姿っていうかですね、やり込める姿が皆さんが爽快感を、まあ与えるという、ところが、うん、あのまあ、自分の一つの、ね、コアコンピタンスだと思っていらっしゃること、あの自覚されていることは明確なんですね。でもこの、まあああいう選挙の後の質問みたいなところで、あの
そういうことをやると、まあ、非常に悪い方すれば、一発当てたロックスターが、まあ、テレビの、番組でですね、かっこつけて生きてる、なんかこう、場がこう、しらけるみたいな、まあ、そのようなパフォーマンスに近い、ちょっと空気が流れてるんですよ。だから熱狂的なファンは、わーって拍手するんだけど、まあ、別に、遠くで普通に見てる人からすると、いや、普通に受け答えしてよっていうですね、そういう、ことが、まあ、多分、まあ、電波に流れたので、まあ、これから彼については、好きっていう人は変わらないんでしょうけど、何あの人っていう、人がこれからバーッと増えていってしまうだろう。まあ、こういう、やりとりであったかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。おかげさまで40分の時点で2590人の方に、団員の皆さんにご視聴いただいてます。ありがとうございます。よって23時まで、一般公開ライブ延長させていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。連続1日ということでございます。はい。まあね。ちょっと次行きますか。だけどね、これ石丸さん、国政選挙に出ますかね。どう思います？まあ本人はまあ今のところ。何のとりあえず方向性も今持ってませんって昨日の段階でおっしゃっていて、まあ、ただいろんな方がねやっぱりねこの人を、まあ、利用しようと思っていっぱい近づいてきますよ、うん、です。で、まあ、ご本人もねある局には橋本だから8か、橋本徹さんとのやり取りするときに橋本さんとなら一緒に政党を作りたいですって、ね、ポロッと、まあ橋本さんが、ね、上手に彼をこう、まあまあ、持ち上げたもんだからそういうやり取りも、していたんですけれども、まあ、そういうふうに、まあ、進路を、定める可能性もありますね。で永田町の界隈では、彼が新党を作るのではないかっていうようなね、当然そういうその、予想を立てる人たちもいて私はこのように今厳しくね、もう僕もいろんな、政党の立ち上げや、まあ、その、まあ、どんどん、失敗していく姿も、残念ながら、当事者として見ているので、非常に遠い、長期のスパンで見ていますけど、しばらくは、まあ、彼の人気とか、まあ、そういうものは続くとは思います。はい。まあ、なんかね、橋本さんが、なんか彼を利用しそうな、雰囲気の、やり取りを僕も偶然見て、おりましてね、多分そういうのはね絶対あるような感じがしますね、さあ暇空あかねさんのことをちょっと触れましょうか。11番、暇空あかねさんは善戦した、10万人以上の都民が暇空さんを支持したという事実は都庁側にとって脅威のはず、小池都知事側もこれまでのようにマスコミや左派言論時に任せて無視するだけというわけにはいかなくなったと思うと、まあ確かに10万といえば多いんですけれど、まあ僕はちょっと暇空あかねさんの存在感というのはもっとあってもよかったんじゃないかなっていうんで、僕はちょっと10万という数字はちょっとがっかりしました。まあ、なんというか、残念だったので、もっと言ってくれればなという、期待感という、そういう、意味でね。まあ、小池さん、やっぱりぶっちぎりでしたよね。4位以下を全部石丸さんに乗っけても、小池さんに勝てないぐらい、やっぱり石丸さんは通ったという中で、ただ、まあ、白川さんがおっしゃる通り、コラボ問題のはじめとする公金徴収ということでもってね、多分これを許せないという数が10万人いるということは、これをね、まあ、東京都議会議員の皆さんあたりがなんかちょっと、きっちりと拾い出したよね、でちょっとね、すると僕は暇空あかねさんの、出馬した意義というものがさらにクローズアップされるんじゃないかなと思いました。暇空さんをね大きく推して、いました。副団長はいかがでしょうか。はい、そうですね、まあ、この方がね、まあ、
初めて、まあ、選挙、政治に、まあその名乗りを上げると、まあ、いう、ことで、私も、ある意味、一生懸命応援させていただいていたんですけど、まあ、やっぱりですね、顔を出さないっていうことは、やっぱ多くの普通の有権者にとっては、やっぱり投票する対象にならないんだろうなということは、まあ、当然のことですね。やっぱりよく知る人であれば、顔を出す出さないの問題じゃないんだよと思っても、知らない普通の人にとっては、そもそも、顔を出さないこと時点で、それ、真面目にやる気があるのかみたいに思われるのは当然なので、難しいだろうなとは思ったんですが、ご本人の、選挙の後の、お礼の、ご挨拶みたいなのも、お礼の挨拶って言っちゃいけないのか、挨拶みたいなものを見てもですね、非常に、常識的な、力不足でした。しかし、これ、今後も公金集中の、監視と、追及は続けていきますので、ご期待くださいみたいなね、感じで、よかったなというふうに、思っています。本当はもうちょっと、票が集まっても取り上げられてもよかった方だとは思うんですが、やっぱり石丸さんに全部持ってかれたかなっていう、そういう、嫌いはあると思っています。はい、はい、ありがとうございます。それではですね、同時に行われた、都議の補選について13、14ちょっと連続していきたいと思います。平井浩二さんのツイートですね、都議補選では自民党惨敗、皆さんご承知の通り自民2勝6敗、八王子の、ね、萩生田氏地元では、ちょっと良くない負け方だったですね。僅差であればっていうところなんですけども、やっぱり岸田政権に打撃と。で、14番についてはね、ちょっと北区の情勢っていうか、候補者構造について触れながら、14番、副団長お願いします。はい。まずここに触れてもいいんですけど、今回の都議補選で最も残念だったことは、北区でフローレンス駒崎氏の配偶者、駒崎美希氏、都民ファーストが当選したことです。トファは公金集中に一層メスを入れなくなるでしょうと、このように私はコメントをさせていただきました。実はいろんな選挙区でいろんな方の当落を眺めさせていただいて、僕は一番ちょっとやだなって思ったのは、このフローレンスの駒崎さんの奥さんですねが、都議会議員になったと、いうことで、都民ファーストはやっぱり政党として、公金集中問題に、ますますメスを入れなくなるだろうなと。都民ファースト、都議会でも第2党かな、大きな勢力ですから、ちょっと東京都政のために良くないなというふうに、なんでこんな人、この人って、都民ファーストの、北区議会議員だったのかな、なので、残念だなと思います。今回の、結果はですね、でもやっぱり自民党がまだ第一党なんですね。で、ただ、5つあった、議席を2つに減らしたのかな。そういうことで、惨敗という評価もきっと正しいんでしょう。で、ただ、立憲も、一緒、3人に1人だったと。で、4人を擁立した共産党は全敗だったと。で、やっぱり今回、若干勝ったのは都民ファースト、3人、が当選していると。で、あるいは、諸派、無所属、がそれぞれ1人、2人と当選しているという状況で、都知事選と、ある意味、パラレルな、都議選も結果であったように、受け止めています。はい。2勝のうち、一つは私が少々関わった板橋区 の、 補欠選挙だったんですけど、3万票近く開いて、トップ当選できたんですけども、選挙中はですね、やっぱり共産党の勢いがすごくって、で、板橋に限っては都民ファ、例の選挙中に無免許運転でバイクに乗ってた議員の場所でしたんで、都民ファは相当しんどかったと。ただやっぱりね、
ぜひ公金収集についてこの駒崎氏が当選したことを機にね、また島空さんが選挙に出馬したということを機にね、東京都議会議員の皆さんにおかれてはぜひ公金収集問題をね、やはりクローズアップして議会で戦っていただきたいなとこういうことを本当に切に願うばかりでありますね。はい、はい、23時となりました。2585人の方にこの瞬間もご視聴いただいております。大の皆さん、また明日お目にかかりましょうと言いたいところなんですが、私明日ちょっとお休みをさせていただきますので、ピンチヒッターは誰なのかな、私は明日 お休みさせていただきます。はい、それでは皆さん、最後までご視聴いただいてありがとうございました。福団長、お疲れ様でした。おやすみなさい。ありがとうございました。